こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。ブライスアンケート企画の続きになりますね。はいはい。で、今回の質問は、はい、今回4番のグスマブライス版で再販してほしいブライスを教えてくださいということで、はいはい、やっとね4つまで来れました。そうで、この2と3がまず連動しているって話したじゃないですか。しましたね。2で一番好きなブライスを聞きました、うん、で3でその一番好きなブライスを持っているか聞きました。あ、ええー、ねこれも。で、うんうん、ここの4で今度は再販してほしいブライスを聞いています。はいはい。これがね微妙につながってくるんですね。なかなか、そうそう、2、3の質問が関わってくんよ。そう、そこをもう引っ張ってきてグラフにしたりもしてますのでよろしくお願いします。お願いします。まずそもそも再販してほしいのかしてほしくないのかっていうのがあるじゃないですか。あ、でもグラフ出てますけど、はい、再販の希望がありますか。はい、まあ、でもこれ再販言うても、うん、グッドスマイルカンパニーの新たな金型だけ、今だったらエボリューションの分で、そうですね。だからラディエンスエボリューションで再販してほしいブライスがありますかっていうことにはなるんですけど、うん、まあこれで全体の回答数211の中であると答えたというか、まあ、ドール名を書いてくださった方が184、はい、まあ、またはないっていうのは、これはいらないとか再販を希望しない、もしくはありえないというか、うん、まあね、この再販希望しないところは理由もいろいろありますので、はいはい、その理由もまた後半で、はい、だからこうやって見たら何かしらの形で再販があったらいいなとか、うん、そうやね、アンコール的な商品が出たらいいなって思っている方の方が一応多いんだなっていう、まあ多いね、それが見えたと思います、うん、ブライスの選手を過去の商品が手に入りにくいから、はい、再販あればええなっていうのは、まあ、これ気持ちはわかるわ。そうですね、うん、まあ、ちょっとその前にこの希望しない人たちの理由ちょっと見てみましょうか。はい、27あったうちのいくつかを、はい、そうですね、だから2つとか書いてる方もおられたんですけど、とにかく一番多かったのもう10名書いてくださってたのが、ね、結構かぶってるよね。そう、この10名の方が書いてたのが、出たとしても同じ子にならないからっていう、これはねやっぱりその何を再販してほしい人も分かってんのよ、うん、そう、うん、だから昔やっぱり宝時代にアンコールってあったじゃないですか、はいはい、まあね、ピカもあったし、あとはその、ね、プリマドーリーのシリーズもあったし、だからエクセレントの頃の子がスペリオールになってからアンコールで出たとか、アジアンバターフライとかね、そうそう、うん、T42 とかその辺サムデマルシェとか、うん、あの時に結局前のが欲しくなった方って多かったんですね。ああ、新旧揃えたい、そうと新旧揃えたいパターンと、やっぱり前のが欲しかったってなる人が出て、なるほど、だから新しいのでかよかったっていう人もおるんやけど、うん、そこってやっぱりなんか気持ち的に微妙なところがあって、同じにならんねったらもうええよってなってしまう方ですね。なるほど、なるほど。あとは、まあ、確かにうちも会話しょって、うん、サムデバラシを持っとんやって言ったら、あ、これ初期じゃないんよっていう、そう、それはあったよな。そう、その初期じゃないんよっていうか言わんでいいんやけど、うん、なんかこうやっぱり初期じゃないから私のはみたいなのが、だけどワルソネコ昔は本当にやっぱり2体しか持ってませんとか、うん、いや今やっと5体目ですという時代に、うん、サムデマルシェのその何を、うん、スペリオール持っとるだけでもすげえと思っとったから、そうやね、すげえやったよね。なんかもう それでもやっぱり気にされる方は気にされるんやなっていうのもあるし、そうそう、いろんななんかこう気持ち的なものですよね。まあ、でもスペリオールの方が好きな合う方もおったからね。そうやね、うん、もうそれはそれぞれなんですよね。だから出てから嬉しいなっていう方もそれなりにおるんやけどっていうところですよね、うん、まあ、同じ子にならないっていうのはまあその一つの理由として、はい。そして特に再販してほしい子がいないとか、うん、タイトルが今思いつかないわっていうのが5名、まあ、これやっぱりやり始めた方もおられますんで、うん、今なんか始めたばっかりやから、どの子再販してって言われてもちょっと困っちゃうわっていう方もおられたら、うん、今なんか再販って言われたら思いつかないわとか、もういろんな理由があるんですけど、これが5名おられました、うん、これはもう何を始めたばかりの方もおられるんで、そうですね、納得かなと、うん、そして元の金型のイメージと変わらないでほしい、これはね、うん、無理やと思うよ、まあ、そのままの金型のイメージを大事にしてほしいとか、うん、そういうのがあるから、結局金型変わるんやったらっていうところに戻ってしまうんですけど、まあ、初期子の分で出るんかとか、うん、エクセの分で出るか、あ、まあ、はたまたそのフェアレスともう一回とかになったら、うん、じゃあそれはフェアレスの子がまんまの金型で出るんかって言ったら、ちょっと採算取れるかどうかわからんから難しいよね。そう、でまた出たとしても、うん、その同じかって言われたら、そう、だからこれで希望してる中でフェアレストの金型を復刻してくださいとか、はいはい、あ、そっちね、そういう方は当然おられたわけで、それって結局ラディエンスエボリューションじゃなくて、あくまでなんかそのフェアレストだったりとかエクセレントだったりとか、要はフェアレストエボリューションみたいなことやね。そう、なんかもうそれに限りなく近いもの頑張ってくれませんかとか、そういう方になってしまって、今の金型じゃないんだよっていうところはあったりするんですね。あとは新しい子をどんどん見たいっていう、あ、要はもうそれ過去の分はもう過去のものとして、うん、新しいものをどんどん出しててくれた方がユーザーとしては楽しいから、そう、もう過去のは過去ので欲しかったらどうにかすんねんっていうもん、うん、それはもう実際あって、うん、だから過去のはもう
プレネでも頑張って全部買ってるからわざわざ古いのええねんっていう方も別におられたりする すごいね。なかなかの男前やな。気持ちはわかるな、うんうん、だからもう欲しかったら頑張るからっていう、あーすごいね、うん、そういう声もまた別でありました。あとは再販されたらその元ドール買った時とか、うん、その時の印象の思い出が薄まるからもう重ねんでほしいっていう。のもなるほどな、うん、そうか薄まる、うん、分かる分かる、薄まるっていうワードあーって思って、またこれ抱えた方が一人じゃなかったんですね。何人かいます ね、まあ、そういうのもあって、あとはもうあの1名だけなんか出ても違うことになりそう。あーそれはあれやね、うん、出てからになんかなんか前のとやっぱり違うわ、なんか引っかかるわっていう、その何真ん中にある元の金型のイメージとに近いところはあるね。そう、うん、あとはなんかあのネオの再販はいらないっていう、あ要はそのプチとかミディとかプチやったらやけどネオのはもういいっていう、はいはいはい、うん、あとそのうち似たようなテイストの子が出てくると思うから、まあ、髪色とか特にね、うん、それでいいよっていう方とか、うん、もうほんといろいろになるんですけど、そうか、なんかその時の子が好きやからとか、うん、わかるわかる、いろ、うん、んな理由があってそれぞれが納得やなっていうのは思いましたね、うん、いやわかる、気持ちは全然わかるよ、うんうん、けどやっぱりなこんな中であの新しい子をどんどん見たいっていう声は私は嬉しかったし、まあね、うん、まあ、でも昔の分もやっぱり何を立ち返ってみたら、うん、あれやっぱり欲しいって出てくるも、うん、やっぱり図鑑を見てからその何惚れ直すようもあるし、そうあのねコレクションガイドブックはね、うん、見てたらもうやっぱり気になるのいっぱい出てきますよ。まあ、でもやっぱりねその何を子供みたいなこと言うけど、うん、人の持っとるやつはちょっと可愛く見えるし人が持っとったら貴重により見えるんよ。そうでまたね人がね可愛く写真撮っとるんですよ。そうがありますからね、うん、そしたらここからは票の入ったドールの中でも2票以上のドールまず見ていきましょう、はい、というわけでまず再販希望で2票入ったドールがずらっと並んでるんですけど、相当数がありますね。20超えてるんですけど、ちょっと読んでいきましょうか、はい、アイルロファイルスタイル、アシャアルビラ、アリーガブリエル、インスパイアードバイピナフォーレパープル、ビンターアルデン、エレガントエリー、クールプールレモネード、グッディガール55、グルービーグルーヴ、コンテッサマルゲリータ、ジェントルリバー、ジョリージャンブリーピピロッタ、シンプリーチョコレート、ダンディディアレスト、デビデラクール、テンハッピーメモリーズ、ナターシャムーア、ノスタルジックポップ、ハッピーハーバー、パティパッチ、パラディバイモノコムサ、ビーツホリック、ピックルウィンクル、ファッションオブセッションジェンナ、フランソワーズアナナッサ、プリマドーリーアマリリス、プリマドーリー東京、プレイフルレインドロップス、ベリービッキー、マジェスティオブハーツ、マジカルワールドオブシガシガルーンプレゼンツショコラブライス、マヌヘアリーパラダイスガール、マンディコットンキャンディ、ミスアニバーサリー、メアリーアン、UFO は55、ユニバーシティオブラブ、ラストキス、ロイヤルソリロクイというメンバーになっています。いやなんかあれやね、うん、ラストキスとか簡単なんか来てくれたらちょっとありがたいね、言いやすいからたまにね噛みそうになりながら言うてちょっとあのあれやね、うん、マヌヘアリーパラダイスガールとかまだマシやん。やっぱりねこん中でね殺しんかかっとんが、うん、マジカルワールドオブシュガシュガルプレゼンツショコラブライスやね一発で決まってよかった。こいつは怖い ね、うん、あのねこれね途中時々勘でかいに直近してもらったんですけど ね、まあ、でもこうやってパッと見たら、はい、そのやっぱり年代と見たら、うん、やっぱりラディエンスとかプラスとか多いね。そうですね、うん、やっぱりなんか最近の子って意外と多いなっていうのと、うん、やっぱりプラス時代のやつは目立つなっていう。でもやっぱりそのシンプルにチョコレートとか、そうあと東京とか、東京でもあのプリマ通りのね、はい、あれとかあるのは結構なんかね、 そのフェアレストも、うん、フェアレストでやっぱりもう今となってはみたいなのもあったりして、はいはいはい、あと何よミディブライスとかは、うん、ミディブライスもねあのさっきピピロッタがいたりとか、はい、あとクールプールレモネードってあの褐色の子ですよね、あとなんかその何髪色系でいけば、うん、そのマンディコットキャンディーもまあ面白いし、うん、あとあの何よりアマリリスが入っとんとかも髪色すごい面白いんで、やっぱりねあの髪色とか変わった髪色でそうそうあのもう一回あの色出てほしいっていうのは随時ありました、うん、いやこれなんか2票の分見とっても、うん、やっぱりブライスって相当いろんなパターンのが出とるなっていうのがこれ伺えるね。そうだからもう全然一貫してなくてみんないろんなの欲しがってるなっていうのが見えて面白かったですね、うんうんうん、みんなが同じ方向向いとったらやっぱり面白ないですからね。だってこの2票の分ってみんながファッションが全然違うやんこれ。そうこう面白いよな。ほんでまたそれがあの1で頑張らきてるんじゃなくて2あったっていうのが、はいはいはい、また面白いですよね。そうやね肌色も髪色もバラバラです。うんこれ面白いねこの答えは、はい、じゃあ次ははいそしたら3票いきます。次は3票入ったメンバーですね、はい、12種類あります。名前いきますね。ガーデンオブジョイ、サラシェイズ、シュアリースザンヌ、ジュニームーンホームスイートホーム、スイートバブリーベア、プリマドーリーロンドン、プリンセスアラモード、プリティピオニー、マーガレットミーツレディバグ、メロメロミュー、レッドデリシャス、レディパナシアというメンバーになります。またまたあのレッドデリシャスだけちょっと絵になってるんで、はい、これはもう持ってないんで、はい、手元にないので申し訳ありません、うん、でも3票でもあれやね、はい、
意外にこうなるミディも入ってきてるし、はい、うん、ほんでまあマーガレット・ミズ・レディーバグとか結構古いよ。そうですね、なんかコラボものあり、はい、アニバあり、うん、でまた衣装のテイストも結構バラバラというか、だってこうやってパッと見たら10周年より前のものとか、うん、だってプリマドーリーとかも、まあ、一応10周年より前というか前です ね、 ね、うん、そういうのもあったりするので、いやミディも結構検討してますよ、うん、とまあ、そういう中でかにレディーパナシアみたいなかなり最近の子がいたりとか、うん、スイートバブリービアも結構最近ですよね。こうやって見たらなんかガーデンオブジョイってやっぱり意外に人気あるね。そうやね、だからガーデンオブジョイの後からハマった方って今多いんですよ。ああそうですね、あの時期的に見ても、うん、あの前後というか少し後から入ってる方って多いから、うん、あその頃になったらやっぱりね、うん、スイートホームも買いにくいし、そうプリティピオリもちょっとねあの後から始めたその流行りがちょっと、うん、おどんどん来てるぞって言って、うん、なんか気になって買い出したらちょっと前のが買えなくなるっていうのはね、そうだからもう気づいた時には買えなかったシリーズかなっていうのは思ってしまいます、はいはい、いやこういうその3票の中に、うん、あの豆千代さんのが入っとんわ、すごいいいね。そうですね、あとメロメロミュー入っともええしね。そう、シュアリーとメロメロが入ったのすごいいいなって思って、すごいね、はい、でもなんかバブリーベアとか、うん、結構新しいメロもおるしパナシアとかね、はい、本当最後の方やし、うん、もう本当に時期もバラバラだけど、あれよね、エクセはマーガレット・ミス・レディバグのスペリッキーに入ったやつだけなのかな。うん、でもこうやって見たらちょっとアニバが目立ってくるかなというか、アニバーサリーはね常にちょっとねありますね、うん、目立つんですよね。じゃあこの結果も踏まえて4票見ていきましょうか。はい、というわけで4票の8人になります。もうパッと見て、うん、あのアニバ多いなと。アニバ3人おる ね、 ね、まあ、アートアタックはもう3代目アニバというか、そうですね、結構前のアニバも入ってくるっていう、うん、だってエクセ時代やからね、はい、そして15周年のアレグラシャンパンですね。おお、うん、ユニコーン名でも最近やでほんま。そうですね、ユニコーン名でも比較的最近のイメージあります。あとはアルティメットツアー、はいはいはい、そしてシンプリーバニラ、うん、タイムアフターアリス、アリス強いね、はい、パイナップルプリンセス、うん、プリンセスミルクビスケットドゥキューポット、はいはい、ブランドコラボっていうメンバーになります。シンプリーバニラはちょっとなんか意外なかったんやけど、そうあの2票の方でチョコレートが、そうバニラはね、あの両方買いた方おられるんですけど、はいはい、やっぱりバニラがっていう方がおられるっていうのは、おやっぱあれなんかな、うん、あのフェアレスと復刻っていうことなんかな。そうあのね、このフェアレスとの方々っていうのは、うん、フェアレスとのままで復刻してほしいから金型はよっていう方と、まあ、正直それは分かりません、うん、フェアのファンまあいますんで、でもあのこのデザインが好きやから、この服とかが好きやから、このラディエンスエボリューションでいいから出してほしいっていう方とね、うん、二分されるんですね。まあ、髪色もなんかね、うん、その新たにその真っ白い髪で出てくれるんだったら、バニラはやっぱり最初真っ白でしたから、うん、もうだいたい今現存するバニラってみんな金髪化進んでたりするので、それを思ったら今改めて白い髪やったらラディエンス系の顔でも構わないっていう方はいておかしくないなっていう、うん、あとあれやね、あのコラボモデルが、そうですね、モモリタさんのアルティメットツアーにしても、あとキューポットにしてもですよ ね、 そうですね。あと最近の分でいけばそのユニコーンメイデンとか、はい、まあ、その辺が、あと、まあ、タイムアフターもまあそれなりに新しいんで、うん、そうですね、パイナップルプリンセスもまあまあ時期近いですもんね。あでもここに来てやっぱり色の黒い子が入っとんわ、うん、なんか上 ね、 ね、だから半透明ばっかりとかじゃないし、肌色が白いのばっかりでもないしっていうところで、はいはいはい、結構ばらけてるの面白いなっていうのと、まあでもこう引いてみたらね、うん、そのまあアートアタック入っても意外というか嬉しいね、うん、アートアタックはもう今買ったらあの合皮がボロボロになってるから、まあ、もう一回出してほしいね。そうあのファッション全部ついてるのもう一回欲しいんです、ちゃんとしたのでっていうのは、うん、やっぱり気持ちわかるんですよ ね、 アルティメットツアーもそれちょっとあるよな。あそうですね、アルティメットツアーはやっぱりこの衣装の豪華さ、うんうん、あとはもうこのツインテールのゴムがやっぱり切れ取ってからなんかバッサーになってたりとか、もうほどいて中古で売られてたりとか、いろんなパターンあるので、あとは合皮のコウモリがなんか劣化してるとか、ありますあります、そういうのがあるからちゃんとしたので改めて欲しいですっていう、もうあのモモリータさんの衣装すごいですっていうのはやっぱりあると思う。まあミルクはね、まあ、当然というか、そうですね、ブランドコラボの中でも前の分でも人気があった、はい、やっぱりあのブルミが、そうやね、あの時の時代というか、そうだからブルミとキューポットとドロンジョが当時あって、うん、であとでやっぱりそのブランドコラボの2点ですよね、はいはいはい、これは後から見ても完成度が高いっていうことで、そうやな、アルティメットもすごいし ね、 ね、で、まあ、ミルクもすごいし、そうほんでまたあのブルミもやっぱり前回のアンケートの通り、そう、うん、やっぱり印象に残るし、ちょくちょく入ってくるよね、やっぱり後から見て欲しくなるやつっていうのは、うん、
やっぱり完成度が高いなっていうのは思いますね。あとこの何時代的なもんで言うのないけど、はい、ちょっと前に流行っとった頃あるやん、ブライスがすごく、あ、はいはい、そのまあ老若男女というか、はい、まあ、その時のユニコーンメイデンとかパイナップルプリンセスとか、はい、タイムアフターが入っとるあたり、そう、ね、やっぱ本当あの頃って買いにくかったもんなって思い出すもん。そうや、ね、だから当時買えなくてっていうのがやっぱりあるのはユニコーンメイデンとか、そういうところはありましたね。じゃあ次行きましょうか。はい、次は5票6票っていうところになってくるんですけど、はいはい、5票入ってるのは1人だけ、ミスサリーライスでした。あ、そうなんや、はい、へえ、なんか意外やねですね。6票は4名います。はい、アチャチムズキン、うん、ベラフローレンティン、おドンティングドゥルシラ、あーマーメイドタシャっていう、はいはいはい、このね、あのドンティングドゥルシラとかマーメイドタシャとかアチャチムもですけど、うん、あの前回の人気投票でかまあまあ食い込んできてたというか、ミスサリーライスもですよね。まあ、でも前回ではその半分の票というか3票とか、うんですね、だってドーンとか、うん、まあ、3票やけどそのうちの3人みんな持ってるっていう。そう、あのドンティングドゥルシアとミスサリーライスに関してはあのみんな持ってて好きっていう子たちですよね。そうそうそう、うん、だからこういうでかいなんかあのほとんどは持ってない方のことが多いんですけど、そんな中でも私あの別になんかこう持ってるけど新しい金型では見たいよみたいなのが、そうですね、見えてくるところもありました。うんうん、はあ、まあ、ちょっと左の端からがミスサリーライスなんか、はい、これまたちょっと古いよ。そうですよね、うん、だって2代目のスケ肌やもん、うん、そう、半透明肌の走りですよね。でアチャチムズキンもその後に出たまあまあ、はいはいはい、最初の方の半透明なんですよ ね、うん、そうやね、しかもブランドコラボで、はい、なんかアチャチムズキンはなんか後から見て、うん、なんかもうこの値段無理みたいな方が多かった子でもあって、まあ確かにね、もう今高くなっとるもんね。ほんでベラフローレンティンが、はい、ベラフローレンティンっていうかここでプラスになってきて、うん、あのねベラとかドーンとか、うん、この辺 の、 あの通常で買いなんかブライスショップで買い売ってた子たちっていうのが、はい、ふっと入ってくるんですよね。そうやね、まあ、でもこの頃って本当に入荷数も少なかったし、うん、だからベラフローレンティンはなんかうわってなるちょっと前、はい、そうですね、うん、でその後に他社が、うん、買いにくくなりかける。トップショップ限定か、トップショップ限定です。や、ね、やけどあのそんなになんか大人気じゃなかったよ、うちらの周りでは。あのね、地域でかいね、あの売れ行きのスピード差があったのが他社。そうそうそう、うん、でその後のドンティングドゥルシラ、もうドンティングドゥルシラの時にはもうまあちょっとなんかポチ合戦が、予約ポチ合戦が常にあったっていう頃やったから、うん、これ買うのもしんどかった方もおられるし。そうだ、だって抽選外れた当たったじゃなくて、うん、買えなかったなんよ、うん、この頃になったら予約できませんでしたとか。そう、だからこう並んだ時にこの5人個性バラバラなんやけど、あのこの素朴なベラフローレンティンが6票集めてくれたっていうのは、うん、私すごく嬉しくて。人形自体かな、髪の長さもこの中では結構短めの方やで。短めですね。アチャチムはまあ短く見えるけど、うん、実際長いからね。後ろはありますから、うん、キミカットの部分があるっていうだけで、はいはい、まあ、これミスサリーライスもなんかそんなむちゃくちゃ長いわけじゃないですか、だからもう本当にそれぞれの好みっていうのが出てきたのこの辺かなっていう、まあ、ドール自体のなんかその何、うん、特色も現れてるね、うんうん、だから後で見てかい、なんかこれ今出てほしいなっていうのが、うん、もう本当に素直に出てるのこの辺かなっていうのを思ってしまいます。じゃあ次行きましょうか。はい、ここからだいぶ上位になってきますね。なんかだいぶ変わってくるね。はい、まず7票が2人ですね、はい、初音ミクミーツブライスエクレクティックスーパーアイドルとブルミブルームズベリー。はいはい、これはまたなんか結構何をずっと名前が下の方でも出てきよった、はい、ブルミが出てきましたね。そうですね、ブルミは人気投票でも結構なところ行ってました、うん、そして8票でレジーナ・アウェン。ちょっとこれ写真があれやね、ビデオの方からキャプチャーしたけんちょっと暗いけど。そうですね、あのねレジーナ・アウェンはね私予想してたんですよ、はいはい、ある程度のところには来るだろうなと、まあ、確かにこのねあの肌の分が、うん、そうですね、もうそれはもう理由がもう間違いないなと思ってたので、うん、そしてここで9票シェリー・ビクトリアンですね。おシェリー・ビクトリアン強いなと思って。強いね、だからあの人気投票の時にも確かに見えてたんですけど、うん、あのシェリーのなんかこの希望というかこういうファッションが出てほしいとか、はいはい、そういうのがすごい見えてて、まあ、ビクトリアンというかスチパンというか、うん、ですね。そして10票でミセスレトロママです。あら、先輩がじゃ孵化してんなこいつなあ、だからサリーライスの倍ですよ。なあ、なるほどな、まあ、こんな感じで。だからこのレトロママがここまで来たっていうのもすごいし、だからあの人気投票の時にサリーライスはおったんですけどレトロママってその複数票のところに来てないんですよ、うん、でもこれあれやね、うん、こうやって見たら、うん、シェリー・ビクトリアンが一番新しいやん。そうですね、だけど全てをその抑えて、うん、過去の分が全部食い込んできとるってすごいな。そう、だってブルミとかレトロママとか、はい、相当古いよ。だってブルミなんかフェアレスの第一なんやからね。そう、レトロママに至ってはまた古いですからね、さらにそう初代半透明肌ですから、うん、
で、まあ、初音ミクの頃は、まあ、タカラトミーの方でも予約ができた感、ね、かなり変わった商品というか、そうラディエンスプラス時代ですか、レジーナーウェンとか、まあ、まあ近い時期になってきますよね、うん、まあ、レジーナーウェンに関してはこれ欲しい理由が分かるんよ、分かります、このマット肌のベタベタですよね、そうそう、まあ、やっぱりね加水分解というか、そう、もうからもうこれを何とかしてほしいはもうみんな書いてた、これまた後で意見が出てくるかな、うん、ちょっとまとめていきますね、うん、あとはミクについてもやっぱりコメント添えてる方が、あ、そうやなっていうのがいっぱいあったので、納得できるコメントがあったね、これは、うん、そう、でもまたちょっと後で触れていきます、グスマだからっていうところが出てくるね、それはもう出てきますね、じゃあ次行きましょうか、はい、さらに上位に行きます、はい、そして12票でマーゴユニークガール、なんか桁が変わってきたね、はい、そして15票でビアンカパール、あら、16票でマイメロディーブライスソフトリーカドリーユー&ミーということで、あの貯金がなくなるブライスばかりが出るんですけど、これはそう、あのね、この辺になったら適正価格で欲しいっていう声がめちゃくちゃ出てくるんですよ、それはちょっとね、あの欲張りセットかなといやいや、うん、だからあのもうね、買える値段で出てくださいっていうのが、まあそれは、ね、必須ですよ、もう、まあ、確かにそのスタミナ太郎に行って手軽に買える分があったらこうバーっとつくもう入れてくるわっていう、お皿お前どんだけ肉持ってきない、野菜とかそういうのもあるやろ、アイスはどうですかっていうのがいやもうね、わかるんですよ、もうこれ確かに今欲しいけどどうしようもないわっていう子たちが、まあ、もう高いし、うん、でもなんかビアンカパールも高いけどこれは理由があるやん、これはあのさっきのレジーナーウェンと同じ理由なんですよ、だけどマーゴに関しては数も少ないし今高い、でマイメロに関しては、うん、まあ、数はその発売するとされてる数多いんやけど、うん、でも今の値段がえぐいやん、そうでビアンカパールは値段は高い、うん、でもなんかベタベタのあるやんっていう、そう、だからそのお金を払ってベタベタになっとってどうしようもないっていうのはもう地獄じゃないですか、まあ、確かに未開封で6万8万で買って、うん、まあ開けてベタベタやけんこのまま置いとか、でも出したいな、写真撮りたいな、うん、で出してやったらホコリだらけになるっていう、うん、もうそれってなんかもう全部が塞がってしまってて悲しいから、うん、やけど再販の希望があるっていうのは、うん、そのベタベタに関するとかね、そこになりますよね、次、最終になりますかね、はい、最後の上位いきます、そして上位ですね、はい、19票でクリアリークレア、25票でブライス・アドアーズ・アナということになって、はい、これちょっと今画面にね、うん、あの前回の結果ちょっと出しますね、はい、前回の結果が、はい、クレアが16、はい、そしてアドアーズ・アナが6で人気投票の結果だったんですけど、逆転してますね、はい、あのいかに買いにくいか、まあ、この2つが買いにくいんやけど ね、クレアはまだ出てる数あるんですよ、確かになんかあの何よ、中古屋さんとか、うん、そのマンダラケとか、うん、そういうとこ行ったらあるやん、あのドール専門店とか、はい、ただもうアドアズアナに関してはまず出てこない、出てきたらなんか桁が違う、確かにな、うん、たまに完品が出てきて、うん、ヤフオクであの何ウォッチリスト入れるんよ、うん、あーっていう時あんのよ、うん、だからもう、ね、あのさっきのページと同じでもう買えるようにしてくれと、うん、買える値段にしてくれと、まあだからその再販で、うん、そのまあ何どっちも一応ラディエンスや、うん、だからそのエボで出ても、うん、まあ、似たようなのが出るんちゃうんっていう、そうか、もうちょっと違うの怒らんから、あ本当に怒らんのっていうのが、だからあの服装と髪色とメイク色とリップの形もそれにしとってくれたら、はいはい、もう少々のこと言いませんと、でも残念ながらグッスマの今はあのリップできますよ、でも ね、ちょっと期待できるのがね、あの服の方がそう今のグッスマのやり方になりますんで、そうやね、だからひょっとしたらグレードアップも望めるかもしれないっていうところで、ね、うん、まあ、でも何その何細かいとこ言おったら、いやブランドコラボでアナスイが、うん、そのね、同じもの作るわけあらへんやんって言われたら、もうそれは今これも夢の話をしょるから、なんか夢見る話ですから、そうそうそう、まあね、だからアナスイがなんか前回のこそ人気投票で6やったのが25に膨れ上がり、はい、クレアが16やったのが19となんか少し増え、うん、これはでも何よ、あのクレアは前回16票やったやん、うん、はい、これ所持してる方が10で、うん、持ってないけど1っていうか6やったから、はい、だからその10の方がどうなっとるかも今後ちょっと気になるところで、持ってる人は再販を望んでるのかどうかっていう、そうか、持ってない人がどんだけ支持したのかとかそういうところにはなってくる、そうかそうか、うん、なんか持ってる人はもう持っとるから、なんか今更なんかさらに出してくれっていうのはあんまりおらんのですよ、なるほど、だからあのそれ以外の道具で持ってるけど、はい、あの別金型のも見て買いなんか並べたいぞみたいな方おるんやけど、クレアでそれ買いた方っていうのはおらんかったかな、ちょっと少ないよね、うんうん、じゃあここからちょっと再販希望のその何を中身をちょっと見ていきましょうか、そうですね、まあ、気持ちというか、はい、ここで前回のアンケートが生きてきます。お、あの一番好きなブライスを持ってないって答えた方が66人おられました、うん、はい、でその方が金型が違ってても再販してほしいと思ってるかどうかっていうのをここで見ます。これね、
希望するは圧倒的に減るんよ。そうだから66人の中でそれであの金型が変わってもいいから再販してって言ってるのは16名だけ。まあでも意外に16って多いなと思うだけど、そうまあ何をそのオタは、うん、いや出んでええわなと。だから前のやつが欲しいんやから、うん、あの類似品いらんとですっていうのは、まあ、簡単に言うとカルピスに水混ぜんとってよとそんな余計氷入れるなとお前お祭りかと、うん、どんだけ氷入れんねんっていう、だからあのそれは薄まっとるだけやん。そう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 。でも思い出が薄まるってやそこや。まあね、だから あくまで元のが欲しいっていう方が50になるんやなっていう。でもそれはあの俺もちょっとは分かるわ、うん、やっぱりそのうちら、うん、新しいと古い、まあ、同時に持っとるやんあるやん、うん、再販の分とその検証しますとか、うん、比べてみますとかあるやん、はい、例えば T42 とか、はい、新旧並べてやったりしとるやん。やりました。やっぱり並べたくなるもん。 俺はどっちかたら新旧両方、うん、比べたくなるタイプよ。そう、新しいの買うたら古いのの出物ないかなってなってしまうんですよね。それがやっぱり出てるかなっていう。でも、うん、やっぱりここにおるその50名の方っていうのは、うん、いやいらんいらんと、うんうん、そういうことになってます。あのジュース薄まんねんと欲しかったのはあの子であって、うん、アンコールじゃないっていう。そう、まあ、でも分かるよこれは、うんうん、だからあのさっきクレア出てきましたよね、はい、一応あれってあのお姉さんがおる設定じゃないですか。まあな、まあうんまあ、お姉さんがおるとか兄弟というか、そうそう、あの 5人姉妹とかっていうか、ね、うん、であの四女のクレアと、はい、あとあの末妹のスザンヌがおって、はいはい、それは出てるわけじゃないですか。出てますね。でお姉さん出てっていう方と、うん、お姉さんいらんとですっていう方と、はいはいはい、それがなんかちょいちょいね端っこに書いてあって面白かったんですよ。俺はあの執事のジーヤとバーヤが出てくれたからああそうやね、うん、まあ、それは置いといて、うん、やっぱりなんかこう気持ちわかるよな、うんうん、どっちもわかるんよこれ。そう、あのアンコール出てほしいっていう気持ちと、いやこれはやっぱうちらも昔のドールで高いのを買えんやん。高いし、うん、買えない、うん、ほんで何を持っとるから、いやもう別にええわっていう気持ちもあんのよ、うん、でも出てくれたら買うよ、うんうん、それは買う。だからどっちも分かるよ、うん、だからこの16っていう数字がすごいリアルやなと思った。リアルやなこれ、うん、でここまで全部ドールのタイトルできたじゃないですか、はい、うん、結構漠然としとるやつの話していいですか。あ、じゃあ次そういう答え書かれたのがあるんかな。はい、ちょっとそれまとめてみました。これって実は、はい、あの質問の趣旨としたら、うん、あのラディエンスエボリューションでっていう話をしてたから、そうですね、ちょっとずれるんではあるんですけど、はい、この気持ちむちゃくちゃわかるからちょっとまとめさせてもらいました、うん、これ俺もね、うん、集計取っちゃって、うん、あの見よったら、いやこれは本当わかるっていう、うん、これが出てこないわけがなかったんよ、うん、いやこの分もね来ると思ってやってます、はい、だからもうそれも織り込み済みです、はい、まずミディブライスの復活希望19名。いやこれ多いよ、はい、うん、そしてプチブライスの復活希望13名両方書いてる方結構おられました。でもこれなる5つずつ書いてっていうことやから、うん、そりゃ入るわな、はい、そう、だからミディ復活プチ復活しか書いてない方も当然おられる。うん、であとシンプリー復活希望3名と、はい、プリマ通り復活希望1名。あ、要は何よ、ちょっと安く、だからあの当時のやつの復刻でも構わないし、あのデザインも気に入っとるとこかな。で同じようなシリーズでかいまたもう一回やってくれませんかっていう。ああ、な姉妹設定じゃないけど、だからなんかシンプリーのあの2つついで出てちょっと廉価版で、まあ、でもでもシュッとしておしゃれでチョコバニラとかすごい設定良かったし、あと何を、うん、一番初めのシンプリーの、うん、あの緑の子と紫の子とか、そうそう、だからジンジャーとかアシュレットとか、あの辺もね、うん、あの辺も良かったし、うん、そういうのがやっぱりあれってやっぱりブライスらしい子が出てたなっていう、そうそうそう、そういうのもあって、だからその価格を安くしたばかりに、うん、そのまあ付属品がっていうところがあるけど、うん、そのシンプルやから、うん、スッとして見やすいのが出てくんよ。ごちゃごちゃしてないから。そうで何気におしゃれやったりするんで、それでいてあの初めて買うときに、うん、いやいきなりこんな2万円のって、まあ、今シンプリーとかその何プリマ通り出たら、うん、いくらになるかわからへんけど、うん、まあ それはね、その辺はまあその当時の価格ぐらいで出てくれるんだったらっていう、うん、でまあ中にはやっぱりその何まあ、カスタムちょっとしてみたいとか、うん、失敗する、ね、ことも考えたらこの値段はっていうのが、そうやね、だからこのプリマ通りとかシンプリとかって出取ってくれたら年1とかで出取ってくれたら、はいはいはい、あの新規の人が入りやすいんですよ、まあ、お店来た時にいきなりこれはっていうんで、うん、でもこの子やったらなんか付属品は少ないかもしれんけど最初パッとドールを手にすることができますよっていう、ね、だってね俺やっぱりお店15年以上やっとるやん、はい、ほんだら数多く見てきたんやけど、うん、そのシンプリーとかプリマ通りがあった時代、はい、あの頃ってブライス仲間同士で誕生日とかあるやん、うん、ほんだらシンプリー持ってないこれプレゼントしよう言うて、うん、友達2人で買って そうやね、それであげたりしてたんよ。
そういうの結構ありました。そうだからそれも可能やったんよ。そうだからもう本当にお小遣いをなんかこう 2,3 人でそう出し合ってね行ってあげるとか全然いけてた。それから見たらプチブライスなんか持ってこいなんよ、プレゼントとか。そうそうだからプチブライスをなんかあの2人がなんかそれぞれ選んでこれどっちもなんかあの子にあげるんやみたいなとかありましたもんね。でもなんかこの中で一番票が多かったのがミディブライスっていう。そうミディの復活を切に願いますっていうのはいっぱいあっておるやろね、うん、だからその中でなんかミディこの子とかこの子とかって書いてるパターンもあるし、これやっぱりあれなんかな、うん、あのまあこの数年で初めて方っていうのは、うん、プチブライスをまず見たことないというかお店に並んどること自体を。あそういう方も多かったです。じゃあお店に行って何があるんってミディブライスがあったやん。そうじゃあ今始められた方って、うん、ミディブライスをお店で見たことないんがあるんだよ箱自体を。あ確かに。で、うん、あの何ネットとかで見たらミディがあんねやと。そう、うん、だったら昔の分出してくれんかなと思うから。ミディブライスの顔が一番好きなんやとか、はいはいはい、うん、ミディブライスのなんかちょっと首かしげてるあの感じが好きなんやとか、うん、だってミディのおだけ買ってる人いますようちのお店で、うん、やっぱりそういう方がおるから。確かにあの人のことを考えたらこれからどうすんやろと思うよな。そうだからもう今ネオだけが復活して、うん、グスマさん体制出来上がってるけどミディの金型の予定はありませんかっていうのはやっぱりこういう時になったら一言言いたくなりますよねやっぱり。まあ、これはねいいチャンスや、うん、まあ、俺はこれネットで言うし、うん、もしそのグスマさんと話しすることがあったら、うん、まあ、こういうデータもあるよっていう数字が出てるからっていうんで、うん、そうよね、まあ、数は200っていう少ないかもしれんけど、うん、ブライス好きが必ず答えた分やから、うんうん、そういうとこになりますよね。あとはねやっぱりねヴィンテージに近い感じのやつをやってほしいとか。ああなるほど、うん、もうこれ分かりますね、うん、あとさっきも言ったんやけどフェアレストの金型風を復刻してほしいとか、うん、あそうか、うん、エボじゃなくて、うん、だからエクセレントに近い感じのやつをとか。はいはいはい。だからエクセレントの子って今回投票でかすごく少なかったんですよ。そうですね、うん、まあ、初期子はまあ多少はっていう、うん、多少はあるんやけど、うん、あのバラけるプラス少なかったんですね。それとスペリもやで、うん、あのねエクセに関してはあの顔で言ってほしいっていうのがすごく強くて、あー、分かる分かる、あのおもちゃっぽさというかあれ言えよな。だからあの人気投票で入ってきてたスケートデート、はいはいはい、一つもおらんのですよ。そうですね、うん、一票も入りゃしねえっていう。変わってくるなここで。そうだからあれはあの初期のなんか一次生産でも二次生産でもあのスケートデートなんよっていう、うん、もうそこになってしまうんやろなっていう。だからその何復刻の分として、うん、今の金型でっていう、うん、グッスマが作るっていうことでっていうことで言っとるから。だからじゃああれじゃないんやったらもうええわっていう。そうだから金型が丸ごと復刻してくれるんやったらお願いしたいっていうのは欄外でかやっぱり出てくるわけです。あとはねあのちょっと面白いところでは、はい、ネンドロイドドール版でブライス出してほしいとか。あちょっとなんか、はい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 、あの新しい感じですよね。あの前回のイラストでもあの書かれてるかと思うと、うん、こういう感じでっていう、うん、あと面白かったのはブライス図鑑でかスプリングホープの作り方あったじゃないですか。あの、作っていくデザインの、そうそう、うん、あの作っていく工程であそこで青い髪のスプリングホープあったじゃないですか、いました。あれ出してっていうのがあったりとか、はいはい、グッスマ版で、うん、そういうのはちょっと面白かったですね。あとはね面白かったのは限定じゃない子を半年に1体ずつどんどん出してほしいっていう方おられた、うん、まあ、プリマ通り的なもんかな、うん、というかあのやっぱり地方在住やって、はい、買えない時期が結構あったから、まあ、ありますね。だからこう復刻を定期的にやってほしいっていう方が。あなるほど、うん、そしたらもっと買いやすくなるんじゃないかなっていうので、うんかどの子っていうんじゃないんやけどもうか年2のペースで買いやすい子っていう、うん、っていう感じのもあったりして、うもう本当いろんな考え方あるなっていうのは思いました。まあ、希望はねいろいろあれば、うんうん、あとはあれやねあの髪型指定とかね単髪の子が欲しいとか、はいはい、前髪ラウンドの子が欲しいとか。あ出てないもんね、うん、あとはあの珍しいところでは可動ボディの子が欲しいとか。あなるほど、本当いろいろでした ね、 いろいろやね、うん、あとブライスベル復刻してとかなるほどな。あフィギュアやったら確かに強いかもなとか。まあでも金型から作ってもう一回で、うん、まあそこそこの種類作ってトレーディングにせんかったら、うん、そうやね。またあの値段がどうなるんやろっていうところもありますね、うん、あとポップマート版のサイズ、はい、あれの日本版作ってとか。あまあみんないろんなところ思いますよね、うんまあ、なんかそのグスマっていうメーカーに対する希望としては、うんまあ、数字が違っとるわけじゃないかなと。そうですね。じゃあここからはいろいろ票が集まってた中でもちょっとテーマごとに分けてみます。というわけでテーマ一つ目です、はい、このね劣化してしまうマット肌の子たち。これはねあの来るなと思ってたんよ。もう絶対来るやろと思ってたんですね、はい、もうこのアリー・ガブリエル、レジーナ・アーウェン、コンテッサ・マルゲリータ、ビアンカ・パール。ちょっとレジナーウェンだけ写真がちょっと暗いのはあのすいません。申し訳ありません。もうねこの子たちに関しては
もう絶対来ると思ってたんですよ。まあな、ベタつきもあるしな、ね、ちょっとコンテストはちょっと色白すぎるなあれ。あ、そうです、ね、ちょっと飛び気味になっとるな、うん、まあね、だからこの貴重な子が多いんですよ。アニバーサリー3、うん、で人気の子一つなので、はいはいはい、全部 CWC 限定じゃないですか、まあ、しかも付け肌ですから ね、 ね、でまたビアンカパールとか高いしな。そうなんですよ、だからこの子たち当時やっぱりちょっと無理して買ったのに劣化してしまって、うん、はい、でもう今修復のできる方がいなくなっちゃったりしてとかで、まあ、まあ、頑張りゃできるんやけどね、できんことはないんやけど、うん、まあ、ちょっと今道筋立ってない状態やから、そうや、ね、もうとにかくこの劣化しないマット肌でもう一回出してちょうだいっていうのはもう絶対出てくると思ったんですね。確かに今やったらね、あのフッ素配合のマット肌とか結構サラサラ感出るんで、うん、あとフッ素配合のあのマット肌って、うん、あの汚れつきにくいんよ。そう、うん、だからこの時のこのしっとりマット肌って、はい、それはそれでかい、なんかいいところはあったんやけど、まあ、うん、とにかくあの長期にわたって楽しむにあたって、ちょっと、ね、このベタベタとか劣化してくるっていうのはやっぱり避けてほしいなと。まあそれなの、20年経ったらなるとかじゃなくて、うん、本当に何よ、2、3年でなってきましたとか、 それ聞いてたらいやいやこれはいかんかったでしょうっていうのもあるし、まあ、でもこうやってパッと見たらブランドコラボないからどうにかできんのかなと思うとこは、まあ、ただアニバーサリーやからっていうのもあるんですよ、ね、同じものが ね、アニバの復刻って難しいんかな、やっぱりそれはありますよね、うん、同じもの作るってなかなかっていう、もう、そうやね、もうどれでもにはなりますけどね、うん、コラボものにしても限定ものにしても、まあ、こっからまた何をこういうそのな加水分解とか起きるような、うん、そのまあボディとか、まあ、ボディは仕方ないかもしれんけど、うん、そのまあフェイスっていうのはこれからちょっと避けてほしいとこあるな。そうやね、ここまでなんかいろんな情報が集まってきてると思うから、うそういうのはちゃんと避けていってはくれると思うんですよね、まあ、フィギュアに強いとこですから、はい、次ですね、はい、あのレトロポップ系が強かったなと。なんか見てたら表ね、そう、うん、だからアートアタックにしたって、はい、60年代バリバリじゃないですか、まあ、レトロママもね、レトロママサリーライスもレトロ系ですし、はい、ノスタルジックポップにしても、うん、あとサラシエズですよね、はいはいはい、もうとにかくあのこれ今なんか時代順に並べてあるんですけど、まあ、こうやって見たらなんかラディエンス多いなっていうのがやっぱり、あ、そうですね、無印時代というか、うん、だからもうここにさらになんかレトロ系って言ったらピナフォーレパープルとか、あ、入ってきますね、その辺もなんかこう足していったらさらに増えてはいくんですけど、まあ、60、70年代のあのファッションね、うん、なんかレトロポップ系好きだからお願いしますみたいな感じでセットになっている方もおられたら、あと結構おったんがブライスらしいからっていう、うんうん、だけどそれってブライスを知った時と好きになった時がいつかで結構変わってくるんな、うん、あとはもうこのレトロポップ系の衣装好きやから、衣装だけでも欲しかったんですみたいなのはやっぱりついて回るなっていうのはありましたね、まあ、この辺やっぱりなんか昔のブライスのその何を、あの広告というかその CM とか見とっても、うん、あとその初期の頃のブログとか見てたら多かったんよ、はい、確かに、うん、60年代70年代のファッションが好きっていう方の、うんうん、そうやね、当時のファンはそっちのファッションが好きやったっていうのは実際ありますね、うん、だからあのブライスっておしゃれっていうイメージが当時あったし、うん、あったもんな、うん、そのイメージのまんまなんやろな、この子たちっていうのは思います。 その頃のテイストが好きな方が今でもおられるっていうのはすごく嬉しいし、うん、そうやね、またなんかね、そのサラシエズなんかいきなり出たやん。そうやね、やっぱこの時お店してて、うん、あのやっぱり久しぶりにお客さん来て、うん、ずっと来てなかった人がね、そうだからサリーライスの頃にやってた方が帰ってくるんですよ、うん、ノスタルジックポップぐらいでかいなんかやめてた人が、久しぶりにブライスらしいのが出たけん買いに来たわ言うて、うん、あ、ずっと見ててくれたんやなとか、そういうのがあったりするんですよね。ちょっと嬉しいこともあるしね、うん、だからこのテイストって今でも望まれてるんやなっていうのを改めて感じたし、 うん、そう思ったらなんかこれからも出てほしいな、新しいのでもいいから出てほしいなっていう、はいはいはい、それを改めて思いました、うん、あとやっぱり強いなって思ったのは、はい、ブランドとかキャラクターとか作家さんのコラボものですよね。あー、なるほど、こうやって見たら多いね、はい、だからもう一票のやつから引っ張ってきてたらさらになんか膨大にはなるんですけど、まあね、パッと目についたのだけで並べてみたんですけどね、はい、やっぱりこの中でキューポップとか多いし、うん、豆町のね、はい、アチャチュムとか、うん、アナスイと、まあ、ジェーン・マープル、そんで、まあ、初音ミクっていうまあキャラクター出ますし、マイメロもキャラクター、はい、で作家としては小谷美由紀と、あとモモリータさんとか、うん、まあ、結構こういう風にまあね、はい、まあ、聞いたことあるブライスばっかりというか、そうですね、でこの中でやっぱりグスマさんだからっていうので書いたのが多いのはやっぱり初音ミク。あ、なるほど、まあ、あの初代のこの初音ミクの衣装に納得してないわけじゃないんやけど、今もう一回作ったら、うん、よりミクらしいもんが出るんじゃないかっていう、グスマさんっていうのはもうなんかミクに関しては精通しとるわけじゃないですか、まあ、車にね、あのまま走っとるし、そうだからいろんなデザインのミクをこれまで手掛けてきて、うん、
まあ、バイクもやってるしね、いろんなサイズのフィギュアもやってるし、ネンドロイドでもいろんな種類が出てきてるし、まあそうだ、だって毎年出てるもんな。だからミクの知識でジュニムのチームに負けるわけないんですよ、うん、まあな、うん、だからもっとなんかすごいものが出てくるんじゃないかとか、うん、バージョンアップ版になるんじゃないかとか、確かにな、その期待はすごい大きいな。だからグスマさんやからこれお願いしますっていうのは、うん、やっぱりミクが一番多かった、まあ、うちとしては来年の12月でからそこに雪ミクをぶち込んできてほしいっていうのが、ああ、うん、そうやね、あの冬頃に雪ミク可愛いですよね。もう一回同じもの来たらちょっとあれやから、うん、まあ、冬の分どうですかっていうのが、そうですね、うん、だから全く同じものがなんか再販ってか、やっぱりブランドコラボ特に厳しいと思うんやけど、はいはいはい、でもこの辺のブランドってやっぱり望まれてるんかなっていうのもあるし、もう一度っていうのはある。だからマイメロに関しては、うん、これはその何、サンリオだったら何でもやってるわけじゃないやん。そう、あのね、マイメロに関してはあのもう一回出てほしいです、できたらクロミ様もとか、あ、はいはいはい、数名おられましたね。クロミに関してはね、あの、うん、リカちゃんのこともこの前うちら買いましたけど、はい、やっぱり、まあ、一定のファンがおるし、そうやね、前にプーリップでも出たりしたじゃないですか、うん、だからもうそういうのってやってくれたら面白いんやろなと思うし、これはあれなん、あのマイメロなんかな、やっぱりあのね、あくまでもここでは一応マイメロなんですよ、はい、あのマイメロがやっぱり欲しいのに買えないっていうのがすごい溜まってて、欲しいのに買えないと値段がね、そう値段がね、うん、だからそこまでのお金はいくらなんでも出せないっていうのが、まあ、アナスイとマイメロなんですよ。うん、高いもんな。でやっぱりマーゴにしてもそうですよね、高いよ、あの欲しいけどその値段は無理やと、うん、しかも箱入りと、ね、未開封とかになったらえらいことになるし、うん、その無理がなんか来たのがなんかその2桁の子たちなんですね。まあ確かに、うん、まあ森田さんの分も ね、 ね、もうその何を完品とかになって、まあ、ここにあるもん全部完品とか言ったらちょっとやし、うん、豆千代さんは完品どうにかなるんちゃうかな。あ、たまにね、たまに安いのあるから、うん、出物が出てくれるけど、うん、まあでも箱入りで未開封って言われたらちょっと多いってなる ね、 なんか多いね、厳しい子たちが多いですよね、うん、それゆえにやっぱりなんかもう一回出てくれたら普通の価格で買えるんじゃないかっていう期待が出てしまうのは仕方ないんかなっていうのもあるし、まあ、この辺やっぱりブランドでもあるしキャラでもあるし、うん、作家さんの分の、まあ、その何、うん、パワーが出てくるとかやね。そうやね、だから後でそのブランドを好きになってからこのブライスがおるのを知った方もおるし、ああそうそうそう、うん、だからこのブライスはなんかあのブライス図鑑で見て、ええ、こういうブランドがあるんやで調べた方もおられるし、あジェンマープルとか結構それ多いんですよね。あそうなんや、はい、おなんかジェンマープルってどんなブランドやろってか見に行ってかになんか、あこういうやつなんやとか、はいはいはい、そういうのに行く場合もあるし、このジェンマープルのこの何よ、うん、ムルビーが着とる服あるやん、はい、これそのまま本物というか人間用あるからね、結構近いのが、あのねやっぱりいろんなブランドでか同じのが出てるパターンってあって、うんうん、だからあの雪の涙姫、星の涙姫とかもそうじゃないですか。あの人間サイズありますよ。そう、だからブランドによって本当に同じ服作ってくれてる場合もあるので、まあ、案外言うたらアチャチュムはこれおとなしいよ。あのね、アチャチュムはブランドの服の生地をそのまま使ってるパターンなんですよね。そうそう、でも実際アチャチュムってもっとなんか、うん、あの個性的な服が多いよ。そうやね、個性なかなか強いですよね。なかなか着こなすめんどいなと思う柄の時多いから。そうやね、あのバラバラの人形のグランドとかいうのがあったじゃないですか。なんか手術台ですかこれはみたいなのがあったりとか、うん、いやあの濃さ込みなんやろなとは思うんですけど、 その中では結構ナチュラル系のやつ来てくれたなっていうのはあって、結構なんかギョッとするようなんじゃなかったけん、うん、あとはですね、一時あちゃちもあの猫のバッグとかウサギのバッグとか流行った時あったじゃないですか。 あったな、おまけついてたな、ね、うん、ああいうテイストのがまた来てくれたら面白いかもしれんなと思う時はある。豆千代さんとかいつ出てもこれ安定しとるやな。そうやね、だから着物ブライスってやっぱりまた出てほしいですっていうのあるけど、うん、もう一回豆千代さんあってもええなって思う時ありますよね。キューポットに関してはもうその折りたたみの携帯の頃、スマホの頃からずっとあるからね。そうやね、だから今やったらまた別のもんができるかもしれない。変わるやろね。なんかキューポットさんって一応なんかネオミリプチ全部出たやないですか。全部出てます。だけど今改めてかになんか新しい何かのモチーフでやってくれるって言ったら、それはまたちょっと応援したくなるし、ということはその、まあ、ネオが出てくれるのは当たり前としてミリプチも復活をついでに望むってところになってくるね。ちょっとお願いしますよっていうところにはなりますよね。じゃあ次回のアンケートは、はい、最後にちょっと毛色の違う質問というか、はい、ブライスの情報を得るのに一番頼りにしているのは何ですかということで聞かせていただきました。じゃあ、ブライスの公式ページ、はい、あとグスマの公式ページ、はい、そしてジェニームーンの各店舗とかそういうとこかな、はい、ブログだったりツイッターだったりインスタグラムだったりとか、うん、あともう本当皆さんがなんか何を一番最初になんか頼りにしてるのかっていうのは、情報を最新の情報を得るのはどこかっていうところね、うん、そうだから SNS やったらなんかみんないつもどこを開いてるんかなっていうのがちょっと見えたらいいなと思って、うんうん、そ
それをまとめていきます。じゃあ次回この分を、はい、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。